はい、皆様ごきげんよう。てるてる百貨店になります。今日はですね、こちらですね、はい、ココディールの、レザー調の、ショルダーバッグになります。はい、ココディールのバッグ、ブックって形になりますね。はい、ですね、レザー調のショルダーバッグはこんな形です。はい、こういう黒い、レザー調のバッグになってます。はい、こちらですね、まあ、中身はこんな形で、梱包されてしまっているので、まあ、実際、写真の方がいっぱい載っているんですけど、どんな形で、商品が入っているのかといったものを見せれればと思います。はい、こんな形になります。はい、じゃあこちら、開封していきたいと思います。はい、それでは開封しましたので開けていきたいと思います。まあ、この中にそのまますっぽりこれが入ってる形になります。はい、じゃあこれを開けていきたいと思います。こちらになります。はい、こんな形で入っております。はい、はい、こんな形で、箱の方に入っております。はい。はい、ですね、まあ、レザー調って形なのでこんな形のバッグになっております。はい。ですね、こちらショルダーの、紐につきましても、こんな形になってございます。で、今気づきましたが、こちらは長さ調整のため金具になってますが、反対ですね、こちらはすでにカバンに縫い付けられている紐になってございます。はい、でこちら表面の方に、ココディールという形で、刻印されております。で裏の方はここに、チャックがついてます。はい、こちらは非常に良いチャックになってございます。中身はですね、こんな形になってますね。はい、こちらに、ポケットがあります。はい、こんな形のポケットですね。はい、であとこちらですね、真ん中はここにボタンがついてます。はい、マグネットタイプの、ボタンが真ん中にあります。はい、なので、カバンとしては、ここですね、今開けます。ここと、こちらサイドで真ん中って形になります。じゃあまずこちらの、刻印してあるところですね。はい、こんな形になってます。ここ特に、内ポケット等は特に何もありません。で同じく反対ですね、反対のところも、内ポケット等は特にありません。はい、でこの真ん中ですね、さっき言ったマグネットのボタンがついているところ、はい、ここもですね、特に何も、内ポケットはないですね。なので収納としてはこちらのチャックがあるところ、ボタンがあるところ、そしてまたチャックがあるところ、こんな形で、こちらの本のところにも書いてありましたけど、チャック、ボタン、チャックって形で、はい、ここですね、3層構造でたっぷり入りますっていうのが、この3層構造っていうのがこんな形になってます。1個が、チャック、もう1個がチャック、そして最後にここが、ボタンですね。はい、ちょっと私が、これと、何か問題があるわけではなくて、今私が、カメラの、はい、フレームを見ながら、こちら今操作、ボタンを操作してたので、やりにくかっただけで、普通にあの 直視して今やってますけど、普通のボタンです。はい、ちょっとココディールさんの、ブランドのカバンで、こちらの、
ブック本って形で、バックブックって形で売ってる商品としてはかなりもう店頭で売ってるものと変わんないぐらいの質感になります。はい。で、こちらですね、ショルダーの、最長の長さ、ここに書いてあります。はい、135センチ。こちらのですね、肩掛けの、ショルダーストラップについては135センチが、最長になります。ここに載っている、サイズであったりとかストラップの長さは、私のビコ欄の方に載せておきますので、そちらの方でご参照ください。まあ、こんな形で非常にですね、なんて言うんでしょうね、質感的には、レザー調って言ってますけど、この手触り的には、ワニ革みたいな、質感になってます。そして非常にですね、こういう縫い代のところの、ステッチですね、ここも非常によくできてます。上のこういう革の、切ってあって縫ってあるところは非常によくできてます。そしてこの手前のところに、チャックがあって、そして繰り返しになりますけど、こちら1個2個、貴重品については多分こっちのチャックの方に、入れて持ち歩いた方がいいと思います。はい。で、なんかスマホとか、まあなんかちょっとした化粧品ですね、ファンデーションとか、ここの真ん中の一番ここが、深くですね、深くなっているので、で、簡単にこう取り出しやすいようになっているので、まあなんかすぐ手に取って使いたいものはこの真ん中がいいのかと思ってます。はい、そんな形になってます。こちらのショルダーストラップも非常に、これ、梱包を出したばっかなのでちょっとこんなふにゃふにゃしてますけど、これ多分あの箱から出して、何時間か置いとけばこれも、すぐ、いい形になると思います。はい、そんな形になります。はい、はい、こちらですね、入っていたのはこちらの、ココディールの、バックブックって形になってます。はい、こんな形ですね。はい、まあ、こんな形でまた何か見つけましたら、私の方で開封して、開封動画という形で紹介させていただきますので、ご購入の際の参考にしていただければと思います。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。引き続きこんな形で、雑誌だけではなくてプラモデルであったりとか、あとは食玩であったりといろいろ紹介していきますので、ご視聴いただければと思います。てるてる百貨店でした。バイバーイ。